平梢のラジオでさあゆいさんモール。さあ今週もやってまいりました、平梢ラジオでさあゆいさんモールの時間となりました。さあ先ほどね吉野さんも言ってましたけども、沖縄暑いです。もう真夏にまた戻ったような気分なんですけども、もうね、皆さんのところどうですか。もうね、関東方面とかもう北の方はもう少し寒いとかね言ってると思うんですけども、沖縄暑くて半袖です。今日は靴を履こうかなと思いながらも草履できてしまいました。そのぐらい暑いです。今日もね皆さんと共に楽しいひとときお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあこの番組ではメールなど受付をしておりますけども、メールアドレスは 761@fmkoza.jp、ファックスはですね、098-934-8653、また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しております。 FM コザのホームページから見ることができますので、どうぞこちらの方もね楽しみながらぜひ聞いていただきたいなと思っております。ツイッターの方もね連動していますので、たくさんのツイートお待ちしておりますよ。あ、早速来ましたね、リスさん、んこんにちはってんがつきましたけど。はい、こんにちは。今日もねお届けしますのでお付き合いくださいね。さあそれでは本日はちょっと早速ではありますけども、一曲、お届けしたいと思います。平梢で、食い犬花、聴いてください。
平梢梢ラジオでさあゆいさもーれ。この番組は現代版組踊りのキムタカのあまわり応援企業でティーダキャストの提供でお送りしております。宣伝じゃないですか。そうそう、今日ね、あの、あまわりのテーマソングかけてるところ、大本のこの曲あります。CD もらったんだけど、事務所だな。あ、本当。それかける。できたらって言ってたんだけど。喋ってるんですね。そうそうそう、うんうん、まだまだ大丈夫なんで。じゃあどうします、曲は。曲どうしようか、私の何かかけようか。そうですね、じゃあ後からじゃあこれ流してって言ってください。メンターの前田節。前田節、あ、サフエン、そうそうそう、はい、前田サフエン、これお願いします。今週のゲストコーナー、さあ本日も素敵なゲストをお迎えしております。もうね、ツイキャスの方ではね、あの映像の方が配信されてるので、もうご覧になってる方もいらっしゃると思いますけども、さあ本日のゲストは、お芝居に舞踊にもうすごい幅広く頑張っておりますへしきゆうやさんです。はい、へしきゆうやです、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。もうね、早速来てますよ、リスさんから。女方安心してください、履いてなくても見えてますよって。やばいやばい、もう見られてるの気づいてなくて。そうですね、素でいたのにびっくりしました。今映像が映ってると思ってびっくりして、びっくりしました。もうね、フライヤーで隠したんですけども、もう見えてますよってことで、お見通しでしたね。すいません、気を引き締めて頑張ります。はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あ、ゆうやさんとはね、はい、もう本当ここ数年前にあの、うん、出会ったんですけども、はい、いろいろ話していくうちに、はい、実は4年前にも会ってたなっていうのがあって。そうですね、ね、さっき、そう、さっき知ったね、はい、それがあの4年前ですかね、うん、もうあの世界のウチナンチュ大会っていうのが沖縄で開催されてて、はいはいはい、その時に私はあの音楽のところでね、歌を歌ってたんですけども、はい、ゆうやさんはね、あのお芝居のところ で、役者で、ね、役者でね、はい、出演してて、あ、すごい若い子がいるなと思って、私もすごく見てたんですけど、その時にお会いしてたんですけども、実はここ 2,3 年前かな、はいはいはい、ね、実はあの舞踊の公演で、公演があって、そこでたまたまでしたよね。そう、僕も知らなくて、うんうん、小瀬さんが来るの、うんうん、そう、道場で、そうそうそう、ばったり会ってね、あ、ああ、あ、どうもどうもみたいな感じになったんですけども、それがちょっとね、あ、ちゃんとした出会いになってたんですけど、はい、私もちょっと人の助っ人でね、舞踊をちょっと手伝いに行ったら、あ、ゆうやくんと出会って、はい、で そこでね、お稽古するときにいろんな話、どういったのやってるのとかって話はしてたんですけど、はい、それが終わってからちょっとなかなかね、会う機会が、うん、なかったですね、ね、同じうるましなんですけどね。そうね、近所のはずなんだけどね、うん、全然合わないですね、ね、うん、なかなかちょっと会う機会はなかったんですけども、はい、まあ Facebook 等でね、そうですね、いろいろつながってたので、情報をちょっとね、あ、こういうことしてるんだねとかっていうの、情報を私の方も見てたんですけども、はい、もう本当ゆうやくんね、もう話聞いた、小さい頃からね、琉球舞踊をやってたっていうんですけど、何歳くらいからやってた。僕4歳から琉球舞踊やってるんですよ。へー、
4歳からすごいね。それは何か影響を受けたんですか？もう物心ついた時に、昔あの水曜郷土劇場っていう、あったね、テレビであったね、水曜日にやってたんですよ、お芝居やってたり舞踊やってたり、あれをおばあちゃんと2人でテレビ見るのが大好きで、私も好きだった、好きでした、一人でゲラゲラ笑ってて、そうなんです、もう意味わかんないのに大好きで、でもどうしても踊り習いたい習いたいっておばあちゃんに頼んで、でじゃあ4歳になったら連れて行こうねって言われて、でその4歳の誕生日の次の日に、お大きなプレゼントだね。そうなんですよ、それで舞踊やるきっかけになりましたね、こうテレビのおかげで、あ、じゃあ小さい時から好きだったんだね。好きだったんです。で兄弟4人いるんですけど、うん、僕だけなんですよ。え、他の沖縄の芸能を携わってる、他の兄弟はなんかそういう漫画ワンピースとかそういうドラゴンボールとか好きだったんですけど、うん、僕そんな興味なくておばあちゃんと水戸黄門とか渋いそうなんですよ、相撲とか大好きで、おばあちゃん子だったので、そうだね、ばあちゃん子って言ってたからね、いやすごいね。じゃあその時からもすごく興味あって舞踊を始めて、はい、でいつぐらいまでずっと、もう卒業するまで高校、はい、もうずっとずっとやってて、ね、で高校思春期なんですよね、また、まあ、ね、で恥ずかしいんだよね多分。そうなんですよ、やっぱ女が多いじゃないですか。そうね、舞踊家はね女性がほとんどなので、ね、嫌だなと思って、もう高校卒業してすぐ東京の方に3年ぐらい、そうなんだ、舞踊とかお芝居とか関係なく、うんうん、全然違う世界に飛び込んで、でやっぱおばあちゃん子なので、うん、おばあちゃんが流部やらないのって言われると、おばあちゃん高校しないとなと思って、うんうん、で3年東京いて戻ってきて、また舞踊とお芝居始めるきっかけになったんです。じゃあもう向こうにある、あ、東京にいる時はもう全くもう全然もうそういった舞踊とかもう離れて、そうなんです。で帰ってきてやっぱ恋しくなった、なりましたね、もう一回離れてよかったなと思いました。あ、そう、離れるとねやっぱその大切さだったり、うんうんうん、またやりたいっていう気持ちだったり、最初の頃の思いだったりっていうのがね、はい、そうなんです、戻ってくるんだよね。そうなんです、気づかなかったので、うんうんうん、もうよかった、東京出てよかったなと思って、うんうん、今嬉しいです、沖縄に入れることが。そうだよね、うん、こんなにいっぱいいろんな文化があって、うん、そういった芸能がある中で携われるってすごく貴重だなと思うし、思、ね、誇りに思うよね。思いますね、景色屋に生まれてよかったなと思いましたもん。全体的に言ったけど、景色屋すいません、景色屋に生まれてよかったな、景色屋に生まれてよかったなと思って今全体的に言おうと思ったけど、もうピッ絞っちゃいました、絞っちゃったね、だいぶ自分の生まれたところしか分かってないから、そこは大事だよ ね、 大事ですよね、そこに原点があると思うの で、 そこからね、うん、あの沖縄の全体ごとの全体のことを知って、また県外にも行ってその良さを知って戻ってきて、はい、また原点に戻って、はい、ね、地元でいろんな活動をしたりとか、まあ、遠回りしてるんですけどね、うん、でもそれがまた自分の芸能ネタシーになってるので、うん、絶対そうだと思う、うん、私ねいつも思うんだけど、はい、何一つ無駄なことはないと思ってるのよね、うん、この遠回りさせたのも多分意味があったんだよね。そうそう、ゆうやくんに何かを分かってもらいたい部分があって、うん、今があると思ってるから、それはすごく大事だと思う、うん、でもゆうやくんさ、はい、実はあれなんだよね、キムタカのアマワリの卒業生でもあるんだよね。そうなんです、僕小学校5年生の時に、うん、こう琉球舞踊の道場で出たんですよ、うん、初めて。そうなんだ、 そうなんです、それがきっかけで、うん、もう高校2年生まで、うん、ずっと、ずっと、びっくりですよね。その時役は何やってたの？男性アンサンブル、エイサーとか、はい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 、アンサンブルやってて、うん、でも後半はあの役者もさせてもらいましたね、うん、でもアンサンブルの方が好きだったんですけどね、歌ったり踊ったりする方が、はいはい、でもさ舞踊をやって、また舞踊とあの琉球舞踊とまたお芝居ってちょっと違うじゃない？違いますね、うん、またお芝居に出会うきっかけは？そうなんです、これもまたびっくりするんですけど、うん、あのたまたまお芝居やるのは、うん、このうちな芝居やるきっかけになったのが、はい、その東京から戻ってきてなんですよ、うんうんうん、でそれまではもう見るものという感覚でいたので、うんうん、お芝居をやるっていう感覚なかったんですけど、はい、その現代このキムタカのアマワリだったりは、はい、まあ、舞台で、うんうん、役者をやるきっかけはあったんですけど、うん、その沖縄のお芝居に関わるのは戻ってきて、うん、その占いに行ったんですよ僕全然信用してなかったんですけど、そのおばちゃんがちょっとあの携帯番号教えてみたいな話になって教えちゃって、うん、ただしつこかったんですよ電話が、うんうんうん、でもそのおばさんではなかったんですけど結局、あ、この電話知らない番号がかかって、うんうん、絶対占い師だと思ってしつこくて取って、うんうん、何ですかしつこいんですよって言ったら、うん、すいません、うちな芝居のあのイラーさゆきと申します、さゆきさんからだったんですよ、
でその時も知らなくて、うん、誰ですかみたいな。もう今考えたら、いや、せっかく来ますよね。いや、せだね。怖い、もう大先輩にね。わかんないですみたいな。で調べた大先輩だったっていう、それきっかけでお芝居に声かけてもらって。はい、じゃあこの占いのおばちゃんは当てたんだね。当てたと思います。ね、何を当てたんですか。あれ今全然わからんかった。いやあ、誰かから電話教えて。あ、来るんだろうな。そう誰かからはわからないけど。おばちゃんのおかげですね。そう。あ、よかったよかった。多分占いのおばさんと思いきや、ね、大御所。大御所、大先輩からの。大先輩からの。ああ、そうなんだ。じゃあそれがまたきっかけとなって。だけでもう沖縄のお芝居にまたハマり込んで。うん。やるようになって、だからお芝居、沖縄のお芝居に入ったのがもう本当に3年前ぐらいですかね。そんなもんです。じゃあ、 あのちょうど私と会った時ぐらい。あ、そう本当あのぐらいに初舞台、沖縄のお芝居に出させてもらって。違う、あのなんていうのかな、普通の琉球舞踊ってそんなに表情を出さないんだけど、うん、はい、あのゆうやくんと一緒踊った時創作舞踊だったんだけど、はい、すごくね、あの顔にね表情があったのよ。あ、本当ですか。うん、なので、あ、彼はお芝居をしてるなっていうのはもうすぐピンときたのね。だから私そういったあの表情がある舞踊がすごく好きで。あ、よかった。で、あ、すごいな、彼は舞踊もやりながらあのお芝居もやってるんだなとかって思いながら、あ、すごくいい表情して爽やかな感じなもんだからね、そう思ってたんだけど。じゃちょうどその頃始めたばっかりだったんですね。始めたばっかりでした。その前に現代版のそのあまわりだったり、そういう舞台には出させてもらってたんですけど、うんうんうん、そういう沖縄のお芝居にがっつり関わったのは、ね、うん、あ、じゃあつい最近。そうなんだね。いや、でもね、こんな本当あの同じうるま市でね、はい、この活動をしてるのすごく嬉しくて、うん、でそしたらね、フェイスブックとか見てたら、うん、あの公演のアップをしてたので、はい、なんか最近新しいのを、ね、そうそう立ち上げたんだよね。でもこれもう5年経つんですよ。え、実はそうなの。そうなんです。今まで隠れてやってたんですよ。あ、そうなの。なんで隠す。出して前に。で本当に5年経ってもうやっと、うん、あのメンバーも本当に3名から、うん、3名で最初立ち上げて、スタートして。そうなんです。老人ホーム、おばあちゃん子だったので、うんうん、そういうおばあちゃんちは喜ぶ顔見たいなと思って、うんうん、そういう老人ホームとかいろんな場所で踊らせてもらって、うんうん、そしたらいろんなところから出て出てから始まって、うん、したら今ではもう25名、うん、これはあの大人のメンバー、大人のメンバーも子供もね、いるんだよね。小さいお子さんもね、なんかメンバーの中にいらっしゃる。下の子5歳です。5歳、5歳、はい、可愛らしいね。僕も多分まだ子供なので一緒にワイワイしてる。いや十分大人です。もう稽古見たら分かると思います。ワイワイしてます、まあ、気持ちがね。そう、すごいね、大人から子供たちまでいて、もう総勢25名、うん、25名になりますね。内地にもまた勉強しに行ってるメンバーもいて、そうなんです。じゃあ何かある時は戻ってきてくれて、大きい舞台の時は戻ってきてくれたり、うん、一緒に公演して、うん、でも近いうちまたね公演があるんですよね。そうそう、今月ですよ。もう11月29日、うん、はい、日曜日にですね、僕の生まれ育ったヘシキヤ、はい、ヘシキヤ公民館で、地元だね、はい、公民館でやるんですけど、うん、そのヘシキヤでやるのも本当に1年半年前に決定したぐらいで。あ、そうなんだ。やりたいと思って、うん、やると思ったら地元でね、絶対ね。なのでやりたいなと思ってすぐ公演を組んで、はい、琉球舞踊、ゆいばなはまたエイサーとか、はい、いろんなジャンルあるんですけど、その中でも、はい、おばあちゃん、おじいちゃんたち楽しんでもらいたい琉球舞踊を、うん、はい、見せたいなと思って、11月29日、はい、日曜日に、はい、お昼12時会場の12時半開演、1回公演になってます。はい、1回公演だね、昼間ね、はい。そうなんですよ。チケットももう残りわずかで。そうでしょ、身内に売る分しかないってさっき言ってたので。言わないで。早く皆さん、ぜひ。ね、はい、問い合わせいっちゃっていいですか。いいですよ、はい、お願いします。070-5419-7968。070-5419-7968、ゆうばなの電話番号までお問い合わせください。よろしくお願いします。はい、来るね、11月29日日曜日ということで、はい、場所がヘシキヤ公民館ですので、はい、皆さんドライブがてらね、そうですよ、ぜひね行ってほしいですよね。で、いいところです。昼の公演ですからね、はい、12時会場の12時半開演となっておりますので、はい、ぜひぜひ、チケットも手頃ですね、はい、大人1800円に
小中高は1000円となっております、はい、まあ、家族でねぜひぜひ楽しんでほしいなと思ってるんですけども、はいはい、お問い合わせはね 090-5419-070 ですね。ごめんなさい、まず間違えてました。疲れてますね、はいはい、070-5419-7968 までご連絡ください。はい、お願いします。ゆうやくんもあっという間の時間でちょっとね、はい、もう最後になってしまうんですけども、はいはい、今日ね好きな曲何かね、あのお願いねって言ってたんだけど何も持ってきてないっていうからさあ、リスさんがいっぱいね、あの書いてるんですけども、俺よりも綺麗な顔するんじゃないとかって言って、やばい、悔しいですが、ゆうやくん実家に何ですか、何ですか、何顔ダニをやめてください、ブツブツだらけなんじゃないですか、顔綺麗な顔がねゆうやくん大先輩をストーカー呼ばわりで、やばい、やってないですよ、やってないですよ、勘違いしないでくださいよ、言ってないよね、そこはね、言ってない、言ってない、道歩けない、リスさんだいぶ遅くなってるね、やばいはい、じゃあね、はい、もうこれを最後になるんですけども、はいはい、ぜひあの公演の方もね足を運んでほしいんですけども、はい、じゃあ何か一曲ということで、はい、そしたらもう何もないということなので私の曲をかけたいと思いますお願いします。アカペラいらないです僕の、大丈夫ですね、わかりました、いいよいいよ、いやいや、そうです、ごめんなさい調子乗りましたはい、じゃあね、本日のゲスト四季ゆうやくんでした、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。それでは一曲おかけします。平小杖でメンター節、サフェン節、お聴きください。
今週のキムタカのアマワリヒーロー&ヒロイン始まりました。さあこのコーナーはですね、11月21、22、23日の公演に向けて日々お稽古を頑張っているキムタカのアマワリの皆さんにね、出演そして関係者にインタビューを行っているんですけども、今週はですねゲストの方がぜひ会場スタジオの方に来ていただきました。今週は素敵なゲスト、このお二人です。はい、皆さん見えますかね。ちょっとね、映像にはちょっとツイキャスの方にはお一人しか映ってないんですけど、このスタジオ今ぎゅうぎゅうになっております。じゃあ紹介したいと思います。一般社団法人タオファクトリー代表理事の倉藤真也さんと、そして平田葵さんのお二人です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。お久しぶりですね。はい、私もですね、あの雨割りのこう方で、あのうるま祭りのことでね、いろいろお二方にお世話になったんですけども、あれからね、今日お会いするんですけども、はい、今日はですね、あのいつもはですねキムタカの雨割りの公演の21日と22日の公演の告知をしてるんですけども、今日は21、22に引き続き23日モモトというね公演が行われるそうなんですけども、はい、すいません、あのモモトの公演はですね、私まだ見たことがなくて、はい、去年からの、昨年からのね公演ということなんですけども、はい、ちょっとじゃあモモトの方のちょっと紹介の方お願いしてもいいですか。はい、このモモトという作品なんですけども、はい、昨年度から現代版組踊りの新しい新作の舞台として作った物語となっております。はい、現代版組踊りでは初の女性が主人公となる舞台となっております、うん、琉球王女の桃と踏み上がりの、はい、半生を描いた舞台となっております。この21日22日に公演が行われますキムタカの雨割りの続編として、はい、この雨割り役の方の奥さんの方が桃と踏み上がりなんですけども、はい、うん、その方がこのキムタカの雨割りの雨割りが亡くなった後に踏み上がりがどう生きていくかという女性の舞台となっております。じゃあこの奥さん役の桃と踏み上がりがメインとなったストーリーになっているということなんですけども、まあ、またこっちもね波乱万丈いろいろありそうですけども、すごく楽しみに私もしてるんですけども、この桃との公演はあのこのタオファクトリーの OB の皆さんと、はい、そしてあのまた今回はキムタカの雨割りの現在ねあの頑張ってる出演者の皆さんが、2グループ一緒になっての共演のお芝居なんですよね。はい、そうですね、はい、この舞台を卒業して今卒業生が新しい活動をしてるんですけど、そのメンバーが振り付けとか脚本、うん、音楽全部卒業生で手掛けて、はい、それを後輩たちと一緒に演じている舞台になってます、はいはい、すごいですよね。卒業しただけではなくてまたねあの今ね頑張ってる現役の皆さんと一緒にまたやるっていうことはすごく刺激になると思うんですね。なのであの今ねあの頑張ってるこの現在のね中高生の皆さんもそうですし、またね卒業生もまた後輩たちとね一緒にできるっていうのはすごく刺激になる時間じゃないかなと思ってるんですけど、稽古状況はどんな感じですか。そうですね、稽古があと本番まで残り3回となっていて、うん、今は新しいシーンの作り込みだったり、はい、今回振りの合わせだったり、うんうん、ちょっと緊張感ある稽古をしながらもみんなで協力していい舞台になるように、はい、頑張っているところです。いや、ね、昨日もねちょっとあの私あの取材があって行ったんです。昨日は桃との公演のではなかったんですけども、だいぶ皆さん仕上がりつつありますよとかって言ってて、すごい緊張感あるお話が聞けたんですけども、この桃との公演は1日で2回公演ですね、はい、昼夜公演になってるそうなんですけども、はい、卒業してなかなかね多分もう社会人になるとなかなかこういったのって参加しづらいと思うんですよ。もう社会に出るといろんなことがあるし、まあ稽古の時間もすごく大変だと思うんですけど、その合間を縫って先輩たちがまたねこの稽古に携わっていくんですけども、まあ、私もねそういったのが味わえるならやってみたいなとはすごく思うんですけども、なんとねゆうやくん、
はい、ゆうやくんまだいるんですけど、そうゆうやくんもね、卒業生で、はい、そう、まあ、今はねちょっとねそんなに、ね、接点はないと思うんですけども、はい、タオファクトリーの方でね、一緒にね、お仕事をね、はい、まあ、やっていて、そう、その中でもねガサゴソすいませんね、はい、今そこに目が行きましたねすいませんね、放送中申し訳ないんですけども、はい、ね、うん、そういうふうと、はい、先輩方が周りにたくさんいて、その中で参加して一つの声も成功させるっていうのはすごく私興味があるっていうかね、うん、すごく楽しみだなと思って。お互いが刺激ありますよね、絶対あると思う。若い人もなんか年取った人、お年、まあ、若いんですけど、人も若いよ、若いですよね、若い若い若い、すいません失礼しましたそう、でもね、さっき聞いてびっくりしたのが、平田さんはあと大阪の出身なんですよね。そうです、はい、で、タオファクトリーさんでは県内だけではなくて離島であったり県外であったり、はい、この間もね徳之島に行ってたりして、 ね、はい、そこで公演をやったりね、一緒でした。そうだよね、ゆうやくんも。もう聞いてください、止める前に8時間船乗らないといけないんですよ行き8時間ですよ、帰り8時間もう1日潰れますよ。え、これ飛行機はなかったの？あの飛行機が今廃止になって。あ、そうなんだ。でそれでまた子供たち頑張るじゃないですか、本番終えるじゃないですか、うん、これがまた感動だったんですよ。そうね、おじさん泣けるって感じでしょ。そうだ、まだ若いです。本当ね、本当沖縄だけではなくて、うん、でも大阪の方にもあったんですよね。でそこの卒業生なんですよね。卒業生で、はい、今はご縁いただいて、うん、沖縄に今1年半住んでいて、うん、タオファクトリーで働いています。すごいよね、県内だけではないんだよ、うん、ねえ、もうね、大阪と他にどこかありますか？北海道と福島県にも、うん、舞台があります。でそこも小中高生が中心となった。そうですね、子どもたちメインで舞台作りをしてますね。近くにお住まいの方ぜひぜひね、検索して、うん、タオファクトリーで検索していただくと、はい、いろんな団体のね紹介が載ってたりしますの でいろんな公演があったりしますから、はい、また近くでねある際はぜひぜひ足を運んでいただきたいなと思ってるんですけども、うん、じゃあここでもうね寸前ですけども、11月23日の公演の紹介をお願いしてもいいですか？はい、現代版組踊り桃と、11月23日月曜日祝日キムタカホールで2回公演、1回目が14時30分会場、15時開演、2回目が18時30分会場、19時開演、2回公演を行ってます。ぜひ来てください。はい、ね、すごく、ね、楽しみですね。また雨割りの公演を見て翌日見るとストーリーがねつながってるので、すごく楽しいと思うんですよ。なのでぜひ21、22のキムタカの雨割りの公演を見て、で23日も昼夜ありますからね、はい、好きな時間を選んでぜひぜひ公演を見ていただきたいなと思うんですけど、なんで言うやつ笑ってる？もうずっとお客さん大変ですね。ずっとキムタカホールにいとかないといけないな。そう、もう近くでもう寝泊まりしないといけない。テント張った方がいいですね。野宿した方が早いかもしれないです。そうね、はい、もう向こうでちょっと 2,3 日暮らすのもいいかもしれない。カッチングシクあたりでね、みんな夜空を眺めながら、ね、最高だと思います。そう、最高だと思うので、はい、ぜひぜひね、あ、いろいろまた来てますよ。はい、そのたんさんからも来てますよ。倉藤さん、ご無沙汰してます。平田さん、ようこそ FM 小材へ、久々に会えて嬉しいですということです。はい、あ、リスさんがいいぞ、青いって言って、さんつけなさい、さん。誰ですかね。リスさん、よくね、ツイートしていただいてますけど、3が抜けてますね。あ、そのたんさんからもう一つ来てません、ね。タオの舞台は本当に感動的ですよ。役者さん、踊り手さんの生き生きした表情が心に伝わってきます。って本当にね、私たちもういつも泣かされます。もう目がうるうるする。もう本当にね、胸打たれた、なんていうのかな、もうその日はね、興奮してね眠れない。稽古帰ってきてからもそうなんですけども、そのウキウキ感がね、いつまでたっても余韻がねすごくあって、もうもしかするとこの舞台見たらまた小勢もやりたいと思うかもしれない。どうします、倉田さん。責任取ってもらいましょう。責任取ってもらいましょうね。そこはね、もうそうしないといけないです。
はい、ではね、もう本当に今日はね、あの3名の方に、あのゆうやくん含め平田さん、そしてあの倉藤さんに、あの出演させて、あ、していただいたんですけども、本当にね、チケットもう間もなくですので、あのぜひぜひ、あの皆さんお問い合わせの方よろしくお願いいたします。ではね、あのメールの方も来ていますので、ちょっと読んでみたいと思います。サワーさんから来てますね。はじめまして、メールします。ゲストさん賑やかですねってことですね。ゲストのゆうやくん、しっかりしてすごいですってよ。これからもいろいろな活動頑張ってくださいって。頑張ります。ラジオを聞いていて考えること、現代バイコミ踊り、見たこと、あ、見たことないことに気づきましたって。あ、ぜひ足を運んでみたいと思います。じゃあテントの用意よろしくお願いいたします。応募締め切り間に合いますよ、今日までですよ。はい、リスナープレゼントがあるんですね。あのキムタカのアマーリの公演、21、22日の2日間の公演なんですけども、3組6名様にあのチケットプレゼントありますので、ぜひね、希望ってあのメールをくださると抽選で当たりますので、ぜひ送ってくださいね。はい、ではでは、ここで、あ、もういつありますかね。ちょっと見てみましょうね。まだね、操作が慣れてないんですね、私。たどたどしいんですけども、あ、来てますね。中上さんから来てますね。あ、ゆうやさん、小さい頃から舞踊やってて、沖縄芝居もやってるってすごいですね。同じ沖縄に住んでながら、沖縄のことわからないことが多いなと改めて思いました。声を聞いていますが、お若いでしょうね。若いですよ、おじさんではありませんよ。景色優也、若いです。もっと沖縄のことを知っていきたいですって。あ、嬉しい、ね、ありがとうございます。そういうふうにね、公演を見ながら、あの、うん、ね、またいろいろ沖縄のことをね、あの見ていただけると嬉しいなと思っております。あ、またもう一つ来てますね。にゃんこ先生からですね。お昼ご飯の後にねむねむしながら聞いてますって。キムタカ、モモト、どちらもすごく見たいです。あ、出演創作の人が、誇りに誇り持って頑張って、にゃーんって、にゃーんって可愛いですね。可愛いね、可愛いです。もう眠らないでくださいよ。そうもう眠れもだから、にゃーんってなっちゃう。短いですが、後半千葉利用隊って。はい、ニフェデビタン、ありがとうございます。まあね、本当皆さんから応援メッセージが届いてますけども、本当嬉しいですね。はい、ではね、もう早速、もうお時間もうあっという間となってしまったんですけども、ここでね、あの1曲、何か曲をかけてほしいなと思うんですけども、何かありますか。はい、この舞台、桃との舞台のテーマソングになっております、いにしえの歌をお聴きいただけたらと思います。はい、今日本日はあのゆうやくん、そして平田さん、はい、倉藤さん、大変ありがとうございました。頑張ってくださいね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。聞こえてるか、己の声が永遠に響くわ。いにしえの歌、先人たちが語り継いだ。つらき想い胸に今歩き出す。Cool.
はい、ではここでねメールが届いてますので読みたいと思います。おじさんバリバリさんからです。ありがとうございます。コズピーこんにちは。おじさんバリバリだよ。今週はメールしてなくて、あ、先週はメールしてなくて寂しかった。寂しかったですね。はい、ね、今日のイケメンゲストは誰かね。へしきゆうやさんでした。もうちょっとね、あの、帰ってしまったんですけども、最初から聞いてなかったからわからんさ、ごめんなーって。いえいえ、コズピーは音楽だけじゃなくて芝居はしないのやってみたら実はやってるんですね。で、アマオリのチケットプレゼント応募していいか。おじさん少しだけ見たことがあるけど全部見たことないわけさ。お願い当ててね。はい、大丈夫ですよ。まだまだ間に合いますのでね。はい、じゃあ応募の方に出しておきますので、願っててくださいね。にゃんこ先生また来てますね。いつもこっそり聞いてるのですが、今日は賑やかで思わずメール。そうですね、今日はワイワイしてましたからね。今日のゲストの皆さん、沖縄で有名な団体ですよね。そうですね、すごく有名です。しかしまた 見たことがないすまぬって書いてありますけども、ゆうやさんのお話し方とかめっちゃ慣れてるやっさーと思います。で、やっぱり舞台に立つ人は離れしてるんでしょうね。ちびらーさいって書いてありますけどね。皆さんちばりよーたい。はーいね、もう舞台に慣れしてるからね、みんなハキハキしてますよね、だいぶね。じゃあこの辺でちょっとメールは大丈夫ですかね。ではでは、ここでね CM の方行きたいと思います。人のところも来てるね。あ、本当か、うん、あ、本当だ。マスク取らないと声がこもってます。そうだったね。後で読みます。チェリーをかけて、次直る、ね、これ葵さんの声。あ、ほんと、うん、なんか喋ってるけどやっぱちょっと違うね。うん、うん、思い出のあんな曲、こんな曲。はい、このコーナーではあなたの思い出の曲をエピソードともにお届けするコーナーです。今週もねメッセージが来ましたので、読みたいと思います。ありがとうございます。実はですね、先週届いてたんですけども、もう後半の方にね届いてたのでちょっと読み上げることができなかったので、今週に、読みたいなと思っております。ラジオネームラビーさんからのメッセージです。思い出の曲ですか。私の思い出の曲はスピッツのチェリーですね。好きだった彼とこの曲についていろいろ話した思い出がありますって。あ、いいですね。じゃあ早速ではありますけどもおかけしたいと思います。ではラビーさんの思い出の一曲、スピッツでチェリー。
はい、ではここでもう一通読みたいと思います。今週いただいたメッセージです。ラジオネームナミさんです。ありがとうございます。小杖さんはじめまして、ナミです。 FM 小座のユースとサーフィンしてて小杖さんの番組見つけてメールしました。小杖さんのことはこの間のうるま祭りに出ているのを見て知りましたよ。あ、来ていたんですね。ありがとうございます。はつらつとした感じがとても良かったです。あ、はつらついてましたか。ありがとうございます。思い出のあんな曲こんな曲リクエストいいですか。HY のなおお願いします。あ、うるましいいですね。 HY の、はい、私だけではなくて他の女の子も そうかもしれないけですけど、この曲を聴いて泣きました。いい曲ですよね。本当にこの曲の歌詞にシンクロしちゃってって、友達に相談しながらこの曲を聴いて思いっきり泣いて、さっぱり諦めましたよ。私の青春の一曲です。よろしくですということで、ということで、ナミさんの思い出の一曲かけたいと思います。 HY でなお。はい、ナミさんの思い出の曲でなおお届けいたしました。このコーナーでは思い出のあんな曲こんな曲で、皆さんの、ね、エピソードとともに、リクエストお待ちしております。随時メールを、ね、受付しておりますのでどしどしお送りください。メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。お待ちしております。さあ、それではエンディングへと近づいてまいりました。お送りしてきました平こずえラジオでさゆさもれ、エンディングの時間となりました。さあね、今日でキムタカのあまわりの公演チケットプレゼントの方はね締め切りとさせていただきます。発表はですね来週の放送の中でお時間の中で、発表したいと思いますのでぜひぜひ皆さん聞いててくださいね。3組6名様に当たりますからね、祈っててください。さあ、先ほどねちょっとねメッセージの方来てたんですけども、ティーダキャストさんから来てましたね。ゆうやさん、キムタカのあまわりの稽古にも遊びに来てくださいって。そしてね、深夜さん、マスク取らないと声がこもってますって泣き顔になってますけど、すいません、気づかなくて申し訳なかったです。
さあそれではですね、また小杖のね、あのスケジュールを知りたいなという方はホームページ平小杖で検索お願いいたします。ではこの番組はメッセージを募集しております。メールアドレス 761@fmkosa.jp、 ファックスは 098-934-8653 までお待ちしております。さあ本日のお相手は平小杖でお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。そして平小杖ラジオでさあゆさもおれ、この番組は現代版キムタカのあまわり、応援企業ティーダキャストの提供でお送りしました。それではまた来週お会いしましょうね。楽しみにね。